マイナンバーカードを利用した富士通の証明書発行システムで新たなトラブルが発生しました県内の自治体で唯一このシステムを導入している富谷市は今日の午後から当面の間サービスを停止します富士通などによりますとおととい福岡県宗像市の市役所に設置された証明書発行システムで他人の住民票が発行されるトラブルが起きました 同じようなトラブルは3月末から5月にかけても発生し富士通はシステムを一時停止して点検し今月17日にサービスを再開したばかりでした富士通はプログラムの修正が適切に行われなかったことが原因として再点検するためこのシステムを導入している全ての自治体にサービスの利用停止を依頼しています こうした状況を受け県内の自治体で唯一導入している富谷市は今日午後1時から当面の間サービスを停止することになりました期間中はコンビニなどで住民票や印鑑証明などの発行ができなくなるため市は明日とあさっての2日間臨時で市役所での証明書発行業務を行うことにしていますなお、富谷市でで、はこれまで 他人の住民票が誤って出るなどのトラブルは確認されていません。